属するる生物種の総称である和名は、大髭周りという。以下では最も研究の進んでいる、ブイカルタリーについて説明する。断りのない限り、ボルボックスは動詞を指すものとする。ボルボックスは、池や、川、田んぼなどの淡水に生息し、水のきれいな場所であれば普通に見られる。水田では、日向の水際のごく浅い泥の上を見つめると、 肉眼でも薄緑色の粒として見ることができる。春から秋にかけて、無性生殖で繁殖し、環境が悪化してくると、有性生殖を行い、乾燥を耐える、接合子を形成し冬を越す。春になり、環境が良くなると発芽し、再び無性生殖を行う。軍隊は、直径数百マイクロメートル程度の球状の体を、している。 数千個の体細胞からなる一層の細胞層があり、内部は中空になっている。体細胞は2本の弁網を持ち、この運動により、水中を能動的に移動することができる。ボルボックスという名前は、ラテン語の、回転するを意味する、バルボに由来し、その名の通りくるくる回転しながら移動する。ボルボックスは、性の走行性を持ち、これは、体細胞に依存する。 体細胞間はゼラチン状の構造により結ばれている。成熟した体細胞は分裂能を失う。細胞内には葉緑体が存在する。ボルボックスの細胞配置無償生殖は群体の内部に新しい群体が生じることで行われる。体細胞層の内部にはゴニディアと呼ばれる生殖細胞がある。この細胞には弁毛がなく運動能を持たない。 この細胞が体細胞分裂を行って次世代の肺を形成する。娘軍隊では最初、生殖細胞が外側に体細胞が内側に配置されており、成熟の過程で袋を裏返すかのように中と外の反転が起こる。十分に成熟すると体細胞の層を破り、母軍隊から孵化する。このように軍隊を形成する細胞は、 生殖細胞の分裂によって形成され、新たに完成した軍隊では、それ以上の細胞の増加は見られない。このため、このような軍隊を定数軍隊という。二回肺を放出した親の個体は、細胞死を起こす。軍隊とは、最も単純な多細胞体制であり、一つの軍隊が一個体である。ボルボックスは、その禁煙種にクラミドモナスなどの単細胞体制を、取る。 生物種や、工術するような、様々なより簡単な軍隊を形成するものがある、ことから、比較的近年になってから多細胞化したと、考えられている。分子系統解析では、単細胞性の緑層クラミドモナスクラミドモナス、リーンハートブと、v、ブイカルタリーが分岐したのは5000万年前ほどであると、考えられている。緑藻の分岐が7億年前であることを考えると、 ボルボックスの多細胞化は、生物進化の過程から見れば、比較的新しいと言える。ボルボックスのライフサイクルは実験室の条件下では48時間程度で、あり、光により日周期を同調させることができる。生物学においては多細胞生物の誕生、生殖細胞の分化、形態形成などのモデル生物として用いられている。形態形成などに異常を示す。 突然変異体も多数管理されており、遺伝学的研究が進行中である。また、ジョーダンというトランスポゾンが発見され、これを用いた突然変異誘発も行われている。ユードリナ、かすかながら弁毛が確認できるクラミドモナスと、ボルボックスの中間的な生物として、細胞数の少ないものから、ゴニウムゴニウム、ユードリナユードリナなどがある。いずれも、 クラミドモナス様の弁毛細胞が多数集まり、観点室にうずもれた形であるが、細胞の分化は見られない。プレオドリナプリードリーナは、細胞の大きさに分化があり、進行方向に小さな細胞が集まっている特徴がある。ユードリナは、16内視32個の細胞が、表面に並んだ球形の軍隊を作る。細胞間に隙間があるのが特徴である。 繁殖時にはすべての細胞が細胞分裂を行い、それぞれが16個の細胞からなる分体の形になった後に観点室を破って外に出る。パンドリナは別名、クワノミモともいい、ユードリナに似ているが、個々の細胞が互いに接触しているのが特徴で、休憩の観点室の真ん中に細胞界が集まった姿である。ゴニウムは 軍隊が扁平で、中心に4細胞がし形に整列し、周囲も一辺につき3細胞が整列した菱形を形成する。外側の細胞は外向けに弁毛を伸ばし、中央の細胞は上面に向けて弁毛を伸ばしている。これらはいずれも浅くて、不栄養な環境を好むので、ボルボックスとともに、水田ではよく観察される。ありがとうございます。